はい、皆さんこんにちは、カジェンドです。こんにちは、タクです。ガチャの更新が本日もありました。狙い撃ちガチャ、はい、人気投票の買いキャラですねで、初回のみ PSR1 枚確定、一部の人気投票買いキャラのみ出現というガチャでございます。そこで、出現するイベキャラ一覧はこちら、はい、グラビトン二宮五十嵐、金倉坂本白菜ゲット小田切、ダルモト、カラスマ、ゼニガタ、ハガネ、ツリア。はい、うん、なんちゅうガチャっすかこれ。すごいですね。まあでもとりあえず PSR 確定なんで、まあミキサー要因と思えばねいいんじゃないかなとか思うんですけど、ね、で先日僕があの PSR ガチャで引いたゼニガタくんが入ってたり、うん、先日ようやく45になったカネクラくん入ってたり、うん、あのシラスがね実装された時は、うん、あの投資アクセスで入れてた樽本君、うん、彼も試合経験であって有能なんですよきっと。なるほど。きっとっていうか有能だと俺は思って使ってたのに、もう寂しい。まあとはもしかしたら二宮とかさ別バージョン来る可能性あるよね、こういうキャラとかね。いや五十嵐も何のためにねイベキャラとして登場したのか。やったから、俺イベント走ったからやっと五十嵐手に入るとかってやったから。まあ、カラスマもいますよ。あっさり消えてきましたね。あっさりで早いよ、釣り屋なんかこの前当てたよ俺、うん。まあ、ということで、はい、まあ、10連だけね、はい、やってですね、まあ、ああだこうだ言いたいななんて思っておりますよ。はい、うん、もうこのままやっちゃっていいですか。そうですね、うん、なんか事前情報ありますか。事前情報、うん、ないですよね、事前情報とかないね。はい、いきますよ。もう本当にミキサー要因の、うん、で、2枚とか3枚出てくれたらそう、ね、嬉しいんじゃないですか。 PSR なんでしょ。はい、まあ SR でもミキサー要因としてね、うん、はい、1枚です。さあ誰、五十嵐。おはようございます。はい、五十嵐はもう解放しよっか。解放にします。取っとくにする。え、どうした方がいいんですかね。だってもう、うん、排出停止キャラになって、うん、ますます五十嵐なんて。ガラシどこにいる。ガラシこれか。まあ1が2になるんだったらまああんまいらんか。だから今すぐ解放ではないかなと思いますよ。そうだね、どうせ44になってもあれだし、うん、まあかといってわざわざ確定ミキサー、ミキサー要因として確定っていう感じでもなくってことは、まあ、ぶっちゃけ微妙。まあ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 、ミキサー要因で一応考えておきましょう。うん、本当はね俺あれが欲しかった、二宮とか欲しかったんだけど。二宮、これもまあ向こうに行ってもらいましょう。そっか。まあでも人気投票、うん、まあ、最終的に全体100位見ました。全体100位というか全部見ましょうか。これですね。はい、うん、これだいぶ下の方にスクロールしてもらうと、うん、まあじゃあ下から見るか。あー、ここですね。まだ下、ここら辺ね。はい、下の方ずらっと見てもまあ正直なんと物申せばね、うん、よろしいのか。まあでも金倉は去年も本当ギリギリボーダーギリギリだったんで、うん、っていうかさ、あの金原ってこんな低いんだね。てかこのまさにバット丸島と金原がこの、うん、あのラインじゃないですか。うん、こんな低いんだね。あの交流会とかさ、はいはい、その後の二次会とかでも金原結構当てたよね俺がね。出ましたねネモさん、カズさん、僕で何枚金原出したのかね。えみんなあーとか思うけど俺すっげー金原使ってたからさ。はいはい、まあでも普通にタッグ強いし、うん、まあコツもねあんまりいらないっていうようなね、いらないって言ってるコツもそんなにあるわけじゃないんで、うん、まあ、打撃キャラだしっていうのは思いますけどね。うん、なるほどね。まあ、PSR ですよ。PSR。昇降決は80ないで。フィニッシュですか。フィニッシュしてました。84とか。特はさ、一番最初に PSR 手に入れたのって誰なの。佐久間ですね。その佐久間。鈴本、鈴本。それってあれ特が一体アカウント。と辞める前、それとももう一回再開した後。した後っすね。ま、そのやるアカウント辞める前っていうのは PSR 持ったの。多分持ってなかった気がするかな。うん、
いや今ほど本当 PSR なんて出なかったですからね。あ、もうレア中のレアってことね。はい。まあでもなんか、はいはいはい、普通に感じるのは、今回人気投票で感じるのは、あの毎月の月間ランキング、うん、我々ゲームウィズとかでやってるね、見てやってるじゃないですか、うん、あれとほとんどまあ似たようなキャラが、はい、やっぱり有能っていうところで人気投票のこっちも上位張ったかなとは 思いましたけどね。あ、まあそうだよね。まあ、あとは碇くんが入ってるに関してはやっぱり別バージョン、うん、暁はちょっと時代ちょっと終わったよ、終わった感じが出てきてるんで、また別のね碇くん、はい、とかを期待してのまあこう9位、うん、まあ、あとは普通に碇くんってやっぱりパワープロのねメインキャラ、ね、メインキャラなんで、うん、っていうのもありますけど。なるほどね。俺これ結構面白かったよ、7位が8位っていうね。確かにここは7位でね7位なだけにね。そうそうそう、そっか。まあこういうガチャでも引いちゃうからね俺。まあ、だ交流会ではつのりや別バージョン、うん、あのミート、うん、コントロールの上限は上限値アップはないんじゃないかみたいな感じで結構言われてて、みんな予想してたよね、いろいろねしてたじゃないですか。でもそこはやってもらわないと、小波さん、うん、ミートアップとかやってもらわないと、俺何のためにサクセス何十回もやって300枚投票したのかって話になっちゃうんで、うん、そこは小波さんマジお願いします。いや、それにしてもいろんなガチャ来る。今週はさ、明日祝日で、明後日はもう来ないのかな。だいたい週2回の更新じゃん、ガチャって。そうですね、月木、うん、もしくは課金とかさ、はい、で今日水曜日だけど来たじゃん、はい、どうなんだろうね。どうなんですか。まあでもこれ1個挟んだくらいだと、うん、明日また来るんじゃないですか。まあ大してパンチないもんねこれね、うん、うん、もう意外し泣いてるしね、こいつなんで泣いてんだろうね、ずっとね。いつも泣いてますけどね。そっか。まあここに関しては本当に PSR のなんだミキサーを今後やりたい人とか、あと1枚で PSR ミキサー挑戦できるよっていう方がなんか引く感じだよね。そうですね、うん、もうこれといって何回もやるようなガチャではないし、うん、まあ、基本的にスルーでいいんだよね。はい、うん、まあそんな感じですかね。なんかありますか。おっか、いや特には人気投票の話ももう随分喋ったんで、うん、あとは早くゼニペラの報酬欲しいぐらいだね。そうっすね、うん、そうっすね。まあここもチーターが出たっていうことでいろいろ遅れてますけど、うん、あとなんか四つどもえもこれもちゃんと作んないとだよね。まだ俺一体も作ってない。作った？作ってないです。これもさあんまりよく分かってないんだよな。ここもちゃんとやんなきゃいけないし、まあ、やらなきゃいけないこといっぱいあるよね。そうですね、まあ、四つどもえに関してはそう、うん、分かってないって人も結構いられると思うんで、また別動画でね、うんうん、もうちょっとオーダーとか作ってからしっかりやりたいなと思いますね。何せ2体 SR 以上いないとちょっとパーセントも詰めないからね、うん、うん、でそこをやることによってのメリットがどのぐらいあるかも分かんないし、あとねこれねニャンコね、はい、こういうさ、まあ、大型コラボっていうの、うん、結構強いキャラ1体は来るじゃん。はい、うん、そうですね、うん、まあここまだ全然読めないですけどね、何が起こるのか。そうね、これさバナー見るとすごいよ、このなんかライオンみたいなやついるよ。はい、うん、なんか超絶ゆるく大戦争って書いてますね、うん、意味が分かんない、意味分かんないよな。でもガンダーがさ期間限定でこのニャンコに変わるとか、なんかそういうの来そうだよ、うん、うん、異色のタッグ、割と緩めのコラボなんですかね。うん、そうだね。まあじゃあそんな感じですか。今日はですねこの後生放送をやったりとか、まあちょっといろいろあの動画撮っていこうと思いますんで、皆さんいろんなね、動画の方チェックしてください。まああと私はですね、はい、このチームランク少しでも上を目指してですね、たくさんコメント来ましたね。うん、ありがたいですよ。ありがとうございます。うん、まあ頑張っていきたいと思います。戦勝ファーももう終わり、終わった、終わったね。ああ終わっちゃったか。うん、じゃあそんな感じでですね、またちょっと随時動画の方を上げていきたいと思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。
たします。お願いいたします。あと全然関係ないけど動物の森ダウンロードしたよ。まだね全然面白さが分かってない。いやカズさん絶対好きじゃないですね、うん、そんなこと言い切っちゃう。性格的に、マジか、はい、トクはどうなの、やったことあるの。僕はまあ妹とやったことありますけど、おうおうおう、僕はまあでもずいぶん昔っすからね。あ、そうなんだ。僕がやってたのも DS で流行って当時、おうおうおう、7年前とかじゃないですか。あ、そう、はい、なるほど。まあちょっとだけやってみようと思うんで、私カズエンドアットマークカズエンドの方でですねツイートしました。でそこでまあフレンドを募集してるんで、もしよかったら皆さん登録してみてください。申請してください。お願いします。じゃあそんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイバイ。